アローラー、ダイスチャンネルダイスです。今回はポケットモンスターウルトラムーンやっていきましょう。ポケモンリーグ一番奥チャンピオン戦まで来ました。ダイス行ってみます。いや緊張する。回復をしたんですけど PP ないです。やばい。これからは君がポケモンリーグチャンピオンだぜと言いたいところだが、実はもう一人戦わなくてはならない。3面の時はククイさんだったんだよね。そのトレーナーはもちろんこの僕だぜ。ではなくて、まつりかさんの試練の時にだいぶ話しかけありましたよね。あれが布石だったんですね。俺だよ。あのね、本気のおじいちゃんに勝って考えたことがあるんだ。俺、ダイスのこともダイスのポケモンもすごいと尊敬してるよ。尊敬してるからこそ本気で勝負がしたい。何より勝ちたい。ポケモンたちとトレーナーみんな仲良くする方が絶対楽しいし、すごいことができるからね。ハウ戦、行ってみます。この登場がかっこよくなってるんだよね。ポケモントレーナーのハウが勝負を仕掛けてきた。雷中からか。まずい。電流やばい。電気じゃないか。シグナルビーム、サイコキネシス、痛いんだよ。シグナルビーム、よし、入れといてよかった。もう一回シグナルビーム、サイコキネシス、耐えられるはず。これでライチュウは倒れるはず。来た、よし。次どうしよう。次どうしよう。電流が60。何出る？ケンタロス。まずいぞ。地震来るんじゃないのこれ。威嚇。攻撃が下がる。電流どうする？どうしよう。雷パンチ。やっぱ地震か。痛すぎる。電流お疲れ。地震とかほんと。バンギラスだな。バンギー行け。とりあえずあの砂起こすと、バンギラスも自信がいいのかな。ケンタロスでしょ。岩なだれ、自信。このケンタロス自信しかしてこない気がしてきました。岩なだれ、もう一回入れば大丈夫だよね。バンギどうする。地震、岩なだれ、地震。でも耐えられる。よかった。怪しすぎるよ。ほんと地震とか対策してないからな。まずいね。飛行タイプほんと必要だなって思います。飛行タイプじゃないや、飛行の特性、冬だ、冬の特性。いっぱいいっぱいだね。どうしよう。スナイパーに変える。でも砂嵐が痛い。でも足レンなんだよね。だがしかし水にはジュナイパーで行きたい。リーフブレード、一発かな。よし、お疲れ足レンヌちゃん。69で、ここからどうしよう。ケケンカニのレベルも上がりました。56。痛いよー。ブースター、ブースター。炎、止まっちゃった。そのまま、いや入れ替えかな。ケケンカニ、ベトベトン、ベトベトン、炎でしょ。ブースター、ベトベトン、パンギラス。
く入れてあげたい。乃木どうする？どうしよっか。回復したいね。満タンをとりあえず使って、やり過ごしたい。つぶらな瞳、よかった。炎技じゃなかった。バンギどうする？地震フレアドライブ、一つなら耐えられると思うんだけどな。あ、意外といけたね。そっか、バンギラスはいけるんだ、よかった。地震一発ブースターいった。あ、怖いとこは終わりました。多分ここからは大丈夫だと思われるんだけど、まだわかんないよね。ケケンカニだ。そのままかな。バンギどうする？岩なだれ先にいただく。グローパンチ、やばい、上がるじゃん。変えます。ベトベトン、どうしよう。ネクロズマ、ちょっと硬いと思われるからこっちに変えちゃいます。はい、月食ネクロズマで、これだね。エスパー技、頑張れ。よし、オッケー、連れてきてよかった。ベトベトン61、温暖、このまま、うん、このまま。パワージェム、悪の波動、つらい。急所、頑張れ。ちょっと残ってるし、どうしよっか。もう一回やる？回復する？迷うね。なんか回復の薬使いそうな気がするんだよな。使います。やっぱり使うんだ。ってことはなんか同じことにしかならない。パワージェム、ほんとちょっとだけ残るじゃん。回復の薬、え、何個持ってるの？ 2 個、2個だけ。ハウくん何個持ってきてるの？押すしかない。回復の薬また。ハウくん、これで終わり？もう持ってない？パワージェム、まずい。なんか無限ループにはまってる気がする。回復の薬じゃん。無限ループになってる、もしかして。どうしよう、パワージェム。あー、いや、やるよ。悪の波動、あ、耐えられない。あらー、回復すればよかったかな。いや、でもパワージェム、これきつい。ケケンカニやろうか、決めよっか。どっちがいいかな。冷凍パンチ、エアースラッシュ、痛いんだそれ。急所、つらい。ジュナイパー決めよっか。チャンスだ、ジュナイパー。動こう、これで決めよう。5しかない、影縫い。エアースラッシュ耐えられるよね、ジュナイパー。怖い、かけない、来た、よかった。オンバーは倒れた。よし、ハウとの勝負に勝った。常に全力を出すことで俺たちも前を向くからね。ちょっと涙拭ってる。勝てました、いけた、よかった。パートナーたちと心重ねてすごいことできたけど、最高のトレーナーとポケモンに一歩及ばなかったみたいだね。そんなことないよ。でも不思議、負けたのに今までよりもゾクゾクしてさ、楽しいと悔しいが混じってすっげーよかった。素晴らしい、素晴らしいよ。以前僕は言った、その時ベストの技を選べるポケモンとトレーナーのコンビが繰り出す技が最強だと。まさにその通りだった。
誰もが認めるチャンピオンの誕生だ。やっとチャンピオンになれた。ほくらにだけのてっぺんで言っただろ。アローラ地方のポケモンもトレーナーもみんな最高だからね。世界に知ってほしい。それが僕の夢なんだ。今まさに夢が叶ったよ。ダイスベトベトン、君たちのおかげだ。ベトベトンになってる。ジュナイパーって言ってもらえるようにしたかったんだけどな。夢の場所で君たちの熱く燃えるポケモン勝負を見ることができて本当に良かったぜ。ではアローラのポケモンリーグ初代チャンピオン、ダイスと親愛なるパートナーを永遠に記録しよう。初代チャンピオンになれました。サンムーンでここに来た時はルナーラ一緒に来てたんですけど、今回は月食ネクロズマっていうことで一緒に来れてよかったです。あとはジュナイパーですね。ケケンカニ、パンギラス、電流にベトベトン。サンムーンの時とは違うメンバーが多かったね。ジュナイパーは一緒ですけどね。はい、初代のチャンピオンおめでとう。ありがとうございます。みんなありがとう。これから先のエンディングしっかり見ていこうと思います。心からポケモン大好きなんだね。だからこそパートナーの力を合わせ大勝利を得たのよ。みんながあなたを目指しつつあなたのライバルになるのですね。マーレインさんは喋らない。ねえねえダイスが、アローラで初めてのチャンピオンになったことみんなでお祝いしようよ。ちーちゃん、どっちが勝ってもお祭りするって言ってたよ。ハラーさん、いなくなっちゃってて寂しい。サンムーンはマーレインさんのところがハラさんだったんだよね。リリータウンでお祭りだよ。もちろんリーディーにも知らせるぜ。はい、ということでウルトラムーンエンディングまで来ました。ここのエンディングも若干変わってるのありますよね。まあ、とりあえずなんかマー君とマーマネめっちゃ仲良しね。あとは花びらを集めるまつりかさんの試練、あの時にハウ君が言っていた一言一言がポケモンリーグの一番最後のハウ戦だったんだね。その誕生祝ってみんなとことんまで楽しみますぞ。なんか途中から最後まであのピカチュウ T シャツで着てしまいました。お兄ちゃん、ここのシーンすごく好きです。スカルダンのマークにバツ、解散だって多分言ってる感じだと思うんですけど、外してきてるんだよね。みんなほんとグルツマさん大好きね。あとはこの意味深な2人、エーテルの地下だよね、ラボにいるので、ここに行くのも楽しみ。これね、ウルトラ調査隊の2人はアクロマさんと意外と仲がいいのかな。科学者同士だからいっぱいあるね。マーク、マッツリッカさん、この顔がかわいい。ウルトラさんの時、このシーン見て思ったんですけど、グラジオさんの旅立ちの時、あの見送ってるのってエーテルの職員さん女の人しかいなくない？この人だけわかんないんだけど、あのマスクつけてる人だけわからないんですけど、中身女の人だったらみんな女の人だよね。どれだけ人気なんだろうこのイケメンさんは。すごいよ。
それでここだね、カプの祭壇。カプ4体もここからですね。お辞儀の仕方が可愛すぎでしょう、リリーちゃん。サムーの時にあった告白シーンなくて寂しいですが、でもみんなが一緒でこうやって笑ってるのはいいよね。ほら、みんなが喜んでるぜ。なんといってもアローラで一番のトレーナー誕生だからね。俺、負けたけど、もっともっとパートナーたちと心を重ね、力を引き出せるようになって、チャンピオンのダイスに挑むね。ダイス。いや、チャンピオン。君のパートナーもみんなに見せてほしい。島巡りの冒険で共に、たくさんの発見と体験をしたパートナーを。実際今回また目録を。ムーの時と同じ御三家の目録で選んでよかった。また一緒に旅をできてすっごい嬉しかったです。うん、あなた輝いてる。家だね。帰ってきました。ポケモンウルトラムーン、ストーリー自体はここで終わりですが、まだこの続きがあるので、それも楽しんでいきたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。改めて、アローラー！イエイ！ここから始まった冒険ですけど、この後のストーリーもすごく楽しみだったんですよね。ということで、ウルトラムーンでも行ってみようと思います。よく寝てたわね。アローラ、アウクーン、潮風に誘われ遊びに来たよ。ぬにゃ、キラーン、かわいい。おお、関東のニャース、小判キラキラだ。ぬにゃ。そうだ、面白い人たちが探してたよ。早く行こうよ、アローラのチャンピオン。はい、ということで、またここから次回進めていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた、See you!